でやった方がいいか。本通りを優先、はい、ご苦労さんです、うん、ここは最初このカラマツが、長年の川の流れでえぐり取られて倒れました。倒れた後に、今回の大雨で水量が増してこの部分が流されました。ですから大雨が降るまでは降る前まではこの木は普通に立ってました。で今回の大雨でここが川の流れが変わり、えぐり取られて、この木が倒れたということです。水量が多いため木道がこのように流された跡ですね。それかあるいは、通行に支障があったのでここをわざと木道を移動したのかもしれません。この辺りは2本敷設してあった木道なんですが、交互通行ですね。こんな感じです。
川上橋。今は水量はこんな感じですね。
か頭ぶつんか。力れんな。そうだ。ああ、力れなかったわ。